はいどうも、ネクストレベルグループリーダーロシェルです。このゲーム本当に全員戦争ルートができるのか謎です。多分女の子は全員来てるんだろうけどね、他はわかんねえ。先生どこに行ってたの？拉致られてました。エレベーターに乗ったら2階に着いてから動かなくなってしまって、直すまで上の階に行ったらどうしたんですか？実は笹本さんもいないのよ。笹本さん手分けして2階を調べていたらちょっとはぐれてしまって。階段の近くに部屋があるでしょ。時計部屋のとこだよね。一緒に探すのでいいのかな、ええ、階段のところだから2階。おじじい、おいらし、何でもあり、そう足元が、おや先生、え、何があったのこいつは。さっきのが入ってるじゃないか。おお、ストッキング、おーい、ストッキング、ストッキングは入ってる。うーこわ、お前クソマジジ、なんでしょうねあいつ。受け付けられそうです。次はどこ行きましょうか。私ちょっと、はい、別行動しましょう。ああ、はい、わかりました。ごめんなさい。先生は助けられるヒロインなの？てか先生死ぬんだっけ。先生は死ぬイメージがあんまりない。警備員いいんじゃねえのあの子。え、お前探してないな。え、よと俺はお前が朝のつくしにいません。こんにちは、偶然です。なんだここは。あ、ダメだ。だろう、下敷きみたいな、なんかかな、プラスチックのカツンみたいな。もうね、今部屋の電気を切ってるからね、攻略もちゃんと見えてないんだよ。風呂入ってんじゃねえの。あのさ、おっさんが実は覗き取って落ちちゃった。やべえ、入っちゃった。やばい、一回セーブしよう。それこれここで多分セーブしないと脳まが死にます。脳まって何が必要なんだっけ。バールとペンチ、バールとペンチがあればいいんだ。湯船が異様な形で閉じられているように気づいた。そして中には蛇口の水がギューッと注いで生まれている。僕は浴槽に立ち入れた。これでもさ、死ぬ要素ないよね。こうやって口入れになってよ。ノーマーノーマー、夜じゃないよ、夜じゃないよ、夜じゃない。水の顔のあたりまで消えてまず、あ、でも、水じゃちょっと危ないな。水は彼女の顔まで顔まで失速する。まず移動します。で、この状態で部屋から出ると脳が死にますけど、それで。ここが取れるんで。ほんとね、俺、ここがね、すごい苦手でね。クリアできなかった。で、ペンチじゃない、ペンチで針金を切って、あ、
そっか、持つとかだね。衝撃の台が当たってしまった。やった、針金が切れたぞ。急いで水道に処理しようとなる。でもこの時点でまあ多分大丈夫だなって思って部屋を出ると死にます。ちゃんとバールを回収してから来ないと、のまま死にます。ここで強制で、これもう水ないだろ、これアギラは。え、ここからしたんだってどういうことよ。水入ってないやん。久しぶりでも休めてんの、これ。こういうね、人が死んでるのはね、トラウマになってるの、多いのって。少し。木の風呂だったの？見事にさっきが分かってしまった。どういうこと？これでノーマを助けることができる、ノーマ。水を飲んだり息ができなかったりしないやろか。怖え。湯船から引き上げた。お湯だったな、兄ちゃん。どうしよう、やっぱり息ができなくて。え、それはもうね、紳士的に。大丈夫、息は苦しようだ。なんだ、残念。しばらくしよう。え、もうダメやと。もしはどうしよう、服も乾かさないと。嫌かもしれないけど捕まってと。この子のエンディング見たことないです。条件は分かんないです。風呂場を出る。あったかい。そりゃあったかいでしょうよ。あ、真冬なんだ。ベッドはですね、赤の間ですね。先生、どうしたの。ノーマが誰かに狙われる。詳しくは後にしましょう。彼女は少ない。そう、一人ひろ、お、女の人一人につき一回死にあげます。近くにあるわ。先生は、ノーマ、行きましょう。言わないけど。先生はノーマが行きました。冷え切ってるわ。そうなんです。すぐ集めないと。小鈴さん。さっき地下で小鈴さんを探してくれる？そこの突き当たりの部屋に行ってるから。そこの突き当たりの部屋だよ。ロッキングチェアがあったと。待って。何？あり。胸に当てた手をギュッと握った。はあ。もうこれで大丈夫じゃないかな。地下室でしょ。ロッキングチェアがある。広い部屋だね。オッケー。地下室だから。まあ、奥から行った方、効率がいいか。入る前に終わったー。待ってください、ノーマのことで話が。ノーマがさっき大変にやって、それでホッサン。ノーマ様か。はい、上にロッキングチェアがある部屋がありますよね。そこに、マリエ先生と一緒にいるはずなんですが、と。トランザム。次は広い部屋に行けばいいのか。普通に考えて、どうですかね。ここでいなかったら終わるけど、あ、いたわ。あ、さっき小鈴さんが。気をついて、急に走っていってしまったから、ちょっと止まってしまう。すみません。いきなり気を出して。ノーマ様を探し。ノーマ。その。はぐれてたんだ。あんな目に合わせて、ね、こうやったり。あ、知らないでしょ。話詳しくは話し。あ、そうか。説明をお願い。まずノーマがどういう条件か。実はノーマは風呂場で浴槽に閉じ込められて、浴槽に、そこには水が注がれていて、彼女が出られないように板が打ち付けられていました。ひどい、そんなことが起こっていたなんて。まあ、これが約2回目の作品ですね。ヒロイン全員死んでも大変ですね。主人公だけで出られるんじゃない。あの、それで具合はどうにか大丈夫よね。あなたがどうにかしたんでしょう。はい。あ、そうなの。よかった、ありがとうございます。いやー、一歩間違えたら殺しだけどね。普通全員生還ルート、全員死亡ルートみたいね。しかしすぐに厳しいよね。まあそうだね。それが僕たちのステージに息子そうじゃないかは分からないが、コスさんは僕たちの見つめ方やから。それから何を。ノーマ様の着替えを探してきた。あ、そうですね。
ノーマンは私が見すみません。鈴さん死ぬんじゃない？無言で焦れはリーナリオだっけ？それが探してくれないかし、リオさんどこに？リオさんどこですか？恋のはずこう。これいっぱいだったらマイナスドライバーか。ドライバーか。そうそう。普段の地面はポケットに入れとかないから。入るしかないでしょ。あれ、これスペシャルアップじゃなかったね。液体手当たり汚れたら取っておき切ったかね。大したものは入ってないキャット。カメさんワンマングルメ。ワンマングルメあんの？あ、なんか持っていける。キャットフード。犬持つやな、あの女の子。グルメなワンちゃんの下積み。いや、違う違う。これは一回だけか。ワンワングルメ、多分あの女の子だよね。どちらも開かないってやばいよ。で、風呂場とトイレが基本人いないから、あるとすると、上の階か、あれ、上の階下に。ねえねえ、教えてあげよう。シャッターに鍵を抜くと、そうだね。プラス主人公を閉じ込めた人だと思うんだけど、本当に何が誰かわかんない。看護師と一緒にしましょう。まあ俺も殺すつもりだったんでしょう。どうしたの？あーごめん、考えちゃった。うん、分かった。私も行きますね。部屋か、ここか。でもフロッピーディスクの部屋は待ってないから、おっと、こっちか。いえ、実はさっき、ファイルを少し引いちゃったね。何か嫌がってたね。青木さん、いつみが開けた戸棚から、ジーか。怖いね。大丈夫ですというように表情を和ませた。あれふと見ると、妙なものを持っている。それ何？いつみが拾ったものなんです。はい、制作会社の名前と年号らしきものが。バッドカンパニー。我がバッドカンパニーは最強だ。フルジョージョースケ。違うね。こういうのよく時計から出てきますよね。バッドカンパニー1230ね。うん、気になる。バッドカンパニー、バトルフィールド。じゃあ、いつみのとこ、バッドカンパニー1230。10時半じゃないの。いつみがいな、まだ調理室だと。あの、早くね、見かけ、
教えた方がいいでしょう。はい、ああ一緒に行くよってことか。はい、この地下で死体が見つかって今なんだったよね、はい、実はそれ以上にまずいことが起きたんだ。さっきノーマが小細工だったんだ。やっぱりね、教えるべきだよ。絶対その中に閉じ込められていて、もう少し危ないところだった。そんな、いや、そうなんですよ。ノーマはどうにか助かって今は近くの部屋で休んでいる。犯人が誰だとか、どうして彼女が狙われたのとか、まだ分かっていないんだけど、今後他のみんなの身にも危険が及ぶ可能性あると思うんだ。だから今まで以上に気をつけないと。早く泉を探しに行こう、はい、さっきさ、時計道具って言ってたじゃん。だからさ、泉ないの。違う、俺が気になるのはこの時計なんさ。これじゃねえの、他に時計どっかあったっけ。ああ、青木さんいないです、はい、3階にあるじゃん、時計で。あれどれかだろう。バッドカンパニー1230ね。バッドカンパニー。あ、この子は確か、あら、かわいい。じゃないだろうか。ワンワン、かわいい。子犬を見て少し和んだ表情を見せた。いつみの家すごく大きくて、いつみの家またがってる。飼いたいけどダメなんです。あ、だからいつみの犬の散歩の時、うちの犬もおじいちゃん犬だから死んじゃう。いつみ、はい、そう行くか。バットカンパニー、あ、お前挨拶もあったな。ごめん、今ちょっと忙して。じゃあな、お前も餌やろうぜ。餌バイバイ。餌あげよう。ワンワンなんからあげようぜ。これでさ、あれです。あ、でもさ、ピラニアの餌とか必要だったか。この部屋が好きになるんだよな、時計部屋。半でしょ。もう絶対そんな気がした。ふふ。カードには磁力テープ。カードキー来たー。取らないんですか。カードの、青木さん危な、死んだ。え、うわー、体が思い滑り込んでしまって、すごい気にした。彼写真と顔がビッチしますわ。いや、いや、見ないでくですよね。え、何言って。自分のカメラ設置をした彼女の下に画面やめなさい。どうしよう、そのカードはもう取っ、大丈夫です。すいません。この子が死んでたら普通に取ったのかな。ごめんごめん、私こそすみません。悪くないよと。これどカード差し、この状態で救助隊来たらとんでもないよ。いえ、カンパニーか。鳥の名前がバットカンパニーか。
はい。カーフィー通せる場所どこあったっけ。あ、あれだ。はい。エレベーターのとこ。アンダーサイドだっけ。もしかしたら反対側から行くみたいな感じかもしれない。それで次回に続きます。ちなみにさ、次の動画で、アミュー。